ウェットフライの釣りについてよく、まあ、質問されたりすることがあるんですけど、僕が思うウェットフライの釣りっていうのは、特にこう水生昆虫のハッチに連動して釣るときにおいてはドライフライと非常によく似てると思いますね。ただ一つだけ違うところがあるとすると、ドライフライでは狙いにくいような、非常に流れの速い場所があるとか、それから、まあ、少し深い場所、そういうところでも、ウェットフライだと釣れる可能性が出てくるんですね。広いところでは僕は比較的広くて、で理想的なのは、こういう角度でラインをドットを送り込んでラインを操作すると比較的、沈む深さによって、ラインの色が変わるので、この部分太い方太いと、それに対してこっち側1回抜いていただく、そしてフライ、要は魚の興味を引くフライですね。そういうのもよく使います。3フィート6番のツナドロットなんですが、それに組み合わせているラインがご覧いただくと分かるように、こちらがスプーン側の粒子の中にフライラインたくさん入れております。フライをくぐるスピードが遅くできますので、一番ウィンアンガーの流れを少しでも乗せるよく使っていく。右手はだいたい顔の横くらいまで来ているようにしましょう。あまり前すぎですと今度は壊れてしまう。いいですか？じゃあお願いします。